アラブ連合共和国、アラブ連合共和国、アラブ連合共和国、略称、王は、1958年に、エジプト共和国が、シリア共和国と連合し、作られた国家。アフリカ大陸の北東部分及び、アジア大陸の西側に位置した、飛び地国家で、人口は、エジプトに、598万人、シリア457万人、1960年センサス。 面積 1186,630km 万、エジプトとシリアの合計であった。首都はカイロ。しかし、1961年にシリアが連合を離脱したのに伴い、連合は解体した。エジプトは1971年までこの名を名乗り続けたが、現在では、エジプトアラブ共和国、エジプトとなっている。アラブ連合共和国は、 1958年2月1日に建国された。そのきっかけは、シリアの政治、軍事指導者たちのグループが、エジプトの大統領が回る、アブドゥルイコールナーセルにンアラブ民族国家の建設の一歩として、合法を呼びかけたことであった。シリアのンアラブ主義感情は強く、また同じくンアラブ主義者であったナーセル大統領は、1956年のスエズキ家を乗り切ったことや、 農村改革などの社会に的改革手法でアラブ世界の英雄となったところだった。このためシリアではナーセルのエジプトと連合を組むことに大衆の支持があったとされる。連合がこのように即座に誕生したことには特殊な理由もあった。シリアはトルコなど周辺諸国に押されていたほか国内ではハーリド・バクダーシュ率いるシリア共産党の力、慎長。 シリアの他の政治勢力の間には危機感が漂っていた。反アラブ主義を掲げるシリアのバース島内部にも危機があり、指導者は脱出の道を探っていた。アディーブアイコールシーシャクリーの軍事政権が1954年に打倒されて以降シリアでは民主政治が行われていたものの、民衆の間に起こるアラブ統一への圧力は、組閣の際の政党構成にも影響を与えていた。 シリア共産党やムスリム同胞団といった政党は自由商工団に複数のメンバーを抱えるエジプトの共産党や同胞団と同じく革命を支持したにもかんわずなセル政権から弾圧を受けていたがソ連との関係上共産党は自主解散とされてアラブ社会主義連合に加入させられたシリア民衆の意向を組んでアラブ統一に 積極的な態度をとるほどだった、例えば軍事クーデターに近い形でエジプトとアラブ連合共和国建国で合意したシリア代表団を率いたはマルクス主義者で有名だった。また商業国シリアの経済界のエリートたちもシリアより経済的に未発達で人口が多いエジプト市場への進出を望んでいた。エジプトのナーセル大統領とシリアのシュクリー・アルイコール。 クーバトリー大統領は1958年2月22日、両国での国民投票での圧倒的な賛成を経て、連合協定に調印した。ナーセルが新しいアラブ連合大統領に選ばれ、カイロが首都となった。また新しい憲法が制定された。この協定で二つの国家は、ナーセルを主犯とする一つの国として結ばれた。連合共和国は、 単一国家体制をとっており、ナーセルの卓越した指導力とエジプト地区の人口、政治上の優位により、連合共和国はエジプト主導の国家となっていった。エジプト人の軍事顧問や技術顧問がシリア地区に入り、シリア地区の軍、警察、官僚はエジプト人の管理下に入ったため、シリア人の間には憤慨広がった。ナーセルが エジプトで行っていた一党独裁体制はシリア地区にも拡張されバース島やアラブ民族主義運動といった政党はすべて解体し抑3政党に吸収されたこれに反対する政治家たちが行動すると政府はこれを乱暴に扱ったハーリド・バクダーシュが1958年12月より緩やかな連邦国家案を提案すると政府はバクダシュと シリア共産党に弾圧を加えた。イスラム主義政党にも同じような弾圧の運命が待っていた。皮肉にも新国家アラブ連合はその支配者らが恐れる共産勢力によって支えられていた。冷戦を戦う同盟国を増やそうとするソビエト連邦は発足したばかりのアラブ連合に早速武器の売り込みを開始した。この関係は アラブ連合崩壊後も続くこととなった。アラブ連合は半アラブ色の赤、白、黒の三色旗を国旗に採用した。ただし中央に二つの緑の星をあしらい、エジプトとシリアという国家の二つの地域を代表させた。これは他のアラブ国家とも共通する配色であり、連合加入前のシリアも緑、白、黒の三色に三つの赤い星というデザインを用いていた。 アラブ連合共和国には、さらに、イエメン王国、北イエメンが1958年にファンアラブ主義に基づき合流した。両国の間では、アラブ国家連合という緩やかな国家連合が1961まで形成されていた。アラブ連合は、間に挟まれたヨルダンにとって大きな脅威となった。1956年に、 ヨルダンのバース島と共産党の統一戦線を率いて首相になったがナセルに接近した際は王政の危機を経験していた。ヨルダンにとって隣国シリアは反政府戦闘の拠点でフセイン一世国王に対する陰謀を巡らす者たちの避難場所であった。エジプトの急進的な政治姿勢もヨルダンに不安を与えた。フセイン国王の取った策は同じハーシム家の一員である。 イラク王国のファイサル2世にアラブ連合に対抗するヨルダンイコールイラク同盟アラブ連邦結成を提案することだったアラブ連合成立から間もない1958年2月14日にアラブ連邦が成立し軍の統一軍事費の統合80%がイラク負担20%がヨルダン負担が行われた合意に基づき 両国の物体の交換も行われることになった。しかしこの連邦は夏に、イラクのクーデター、7月14日革命で画開した。1958年7月上旬、フセイン国王とファイサル二世を両方打倒する陰謀が明るみに出た。ヨルダンにいた陰謀参加者の一人は、エジプト人諜報員の参与があったと明かし、陰謀も中止されたと述べた。これに対しイラクは、 アラブ連合の圧力が迫るヨルダンへ軍を増派しようとしたが、7月14日、ヨルダンへ向かう予定だったイラク軍部隊は立ち寄った。バグダードでクーデターを行い共和国樹立を宣言。ファイサル二世とスメラフ当時、その他王族は宮殿で射殺され、イラク王国は滅亡し、首相ヌーディアイコールサイードも逃亡に失敗し、殺された。このクーデターに関し、エジプトやアラブ連合は、 積極的に関わっていなかったと見られている。しかしクーデター宣言後、アラブ連合はカーンシムラのイラク新政府への支援を発表。これを承認し、シリアヨルダン間の国境を封鎖した。国境のシリア部隊には、限界体制が下された。これら一連の出来事は、フセイン国王にとり大きな圧力となった。1962年、彼はアラブ連合について、彼らには、 大きな野心がある。私が信じるところではそれは、アラブ世界の支配では済まないものだと述べている。ヨルダンの貿易路は断ち切られ、イラクが石油供給の生命線を握った。フセイン国王は、アメリカ合衆国に、イスラエル経由の貿易路を設けるための支援を依頼している。ヨルダンの政治情勢は悪化し、ダマスカス放送は、ヨルダン市民に、 ハーシム家の先生に対し立ち上がるよう呼びかけた。フセイン国王はついにかつての創始国だったイギリスと手を結ばなければならないところに追い込まれた。イスラエル、アメリカ、イギリスの三国によるヨルダン王政支援はヨルダンとアラブ連合が武力衝突する事態を回避するために大きな役割を果たした。このようにアラブ連合共和国はアラブ世界に影響を与えた。 しかし、第一次中東戦争のアラブ側の不協和音の原因ともなった、君主制時代のエジプトとイラクの自分こそがアラブ世界のリーダーであるとのおごりと自負は、それぞれが共和制になったところで変わっておらず、結局これが連合共和国を崩壊させ、さらにはその再建を不可能にすることとなる。連合におけるエジプトの圧倒的な指導力と、 ダマスカスに派遣されたエジプト人官僚、軍人のシリア人に対する傲慢な態度は、シリア人官僚や政治家、軍人、経済人の怒りへとつながった。加えて、ダマスカスの企業家たちは絶望していたエジプト市場への参入を連合に拒否された上、企業国有化や農地改革などのアセルの社会主義的改革による視野経済混乱で損失を被った。 首都カイロに移住させられたシリアの指導者たちは表向きは国の重要なポストを与えられたもののナーセルたちエジプト人の指導勢力から阻害され決定事項にせきわず力の根源であるシリア人支持者たちからも切り離され無力感を味わったアラブ連合は1961年9月1959年に非合法化された シリアのバーストによるクーデターの後で崩壊した。アラブ連合からの分離後も、シリアでは、なお反アラブ主義者の間で分離に対する意義が、今日、政治的混乱や街頭でのでも、小競り合いが絶えなかった。事態が収集されるのは、バースト、ナーセル支持者、その他アラブ連合に賛成する勢力が、クーデターで権力を握った1963年である。しかし、 エジプトとの連合再建協議が開始されたが、シリア側は一度エジプトに飲み込まれた経験から、警戒心が強く、同時期バーストクーデターが起こったイラクとの3、過酷連合の話は不調に終わった。その後、1964年から1963年11月、イラククーデターが起きた、イラクや、北イエメンと連合再建の協議があっても結局、失敗し、 エジプトは一カ国だけで、アラブ連合共和国を名乗り続けた。この名が、エジプトの正式な国名から消えたのは、ナーセルの死後、1971年のことであった。地形は単調であり、石灰岩などからなる大地である。南西に行くにつれて、高度が上がり、ウルフ、エルケビール高原あたりで、標高1900メートル程度に達する。ナイル川が、 外来河川として流れているが、国内ではほとんど支流はない。カイロより、下流地域は、ナイル川によって形成された大デルタ地帯となっている。砂漠地帯にもオアシスがあり、特に C は、バハレーや、ファラフラ、ラフラ、ハルガの5つのオアシスは1600年頃から、エジプト人に利用されていた。乾燥帯に属し、ナイル谷と地中海に面する地域を除けば、 ほぼすべて砂漠である。夏、等二つの季節に分けられ、4から10月は非常に高温で空気の乾燥した夏、11から3月は日中は暑いが夜間は多少涼しい冬となっている。季節の分かれ目には、ハムシンと呼ばれる40度以上の熱風が吹きつける。砂ぼこりを伴う南西の熱風であり、南方からの低気圧によるものである。 国土が広大な砂漠に覆われているため生物が生息できるのはオアシス地帯が主である。乾燥に強いコルク菓子、オリーブなどが自然に生え、ナツメヤシ、アブラヤシなどがオアシスで栽培されている。草地にはトビネズミ、トビモグラといった小型哺乳類、下半の低湿地にはペリカン、サギなどの水鳥類が生息する。家畜ではラクダ、ヤギ、羊などが主であった。 古代エジプトでは、アフロアジア語族のエジプト語が使用されており、古代エジプトが滅亡した後もギリシア語の影響を受けたコプト語として存続していた。9世紀に入り、アラブ人が到来すると、アラビア語が急速に広まって、国語となり、コプト語は、コプト正教会の天礼などに残るのみとなった。イスラム教が、社会の規定にあり、事実上それを支配していた。 しかし、中には、キリスト教徒、コプト聖教会、聖教会のアレクサンドリア総主教長、東方天霊カトリック教会など、ユダヤ教徒も存在した。イスラム教の影響を多大に受けた生活様式となっており、古くから男女隔離、男尊女卑、多才性などが認められていたが、生活近代化に伴い崩壊した。しかし、農村地区では、 監修が残されるところもあった。政府が文化事業を強力に推進したため、演劇、音楽などの創作が活発に行われた。TV は1960年に放送が開始された。教育制度は、初等6カ年、予備、中学校3カ年、中等、高等学校3カ年、大学4カ年を基本としている。初等学校は、無償義務教育制が取られていた。 この教育制度において、著しいことは、予備学校以上には、工業、農業、商業の技術専門学校が多く、科学技術教育の振興に力が注がれていることであった。イスラム教育を進める学校もあったが、セキュラリズムに沿った改革が行われていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。